はい、どうもこんにちは。実はですね、私今 Facebook の詐欺に遭ってしまいました。というのもですね、遡ること2日ぐらい前になるんですけど、友達申請が来てたんですよね、 Facebook から。で、その友達申請の承認をしたんですよ。で、なんでかわかんないですけど、僕寝ぼけてて、で、なんかシドニー在住みたいなことが書いてあったんで、まあもしかしたら僕シドニー住んでたから、友達の友達とかそういう感じかなと思って、まあ承認したんですよね。そしたらなんかありがとうみたいな感じで来てたんだけど、まあ無視してたんですしばらく。そしたらなんか続けてもう一個来て、なんかまあ、やり取りしたいのかな、誰だろうと思ったら、まあ全然顔とか知らない、むしろなんかすごい、なんでしょう、金髪のモデルみたいなスラッとした人だったんですよ。でもうこの時点でありえないな、こんな人からアプローチ来ると思ってないし、ありえないありえないと思ったんですけど、軽く流してたんですね。で、すいません、先に言うと、さっきその詐欺だなって分かった瞬間に、僕スレッドめんどくさかったんで、トラブル巻き込まれたくないから消しちゃったんですけど、メッセージのやり取りがなんかね、そのあなたがシドニーに住んでなくて残念だわみたいな。で、僕その Facebook のプロフィールはまだシドニーになってるんですよ、めんどくさくて。どこに引っ越してるかも分かんないのに、ちょこちょこ変わってて、みんなにね知らせが行くのもめんどくさいし、まあそれいいんですけど、なってて、それでまあ僕今東京なんで東京ですよっていう話をして、まあ英語でねやり取りしてたら、なんか僕の中ではまあ最初から最後まで疑ってたんで、別に傷ついてなんかどうこうってことはないんですけど、シドニーに住んでて、でこんなモデルでも写真も全部プロの人が撮ってて、撮られてる写真も全部プロなんですよ。でなんかその人が僕のなんかポストっていうんですか、その近況のやつでフィリピンに行った話とかをバーって載っけてるのを見て、で私もフィリピン行ったことないけど行きたいわ、行けることならみたいな。であなたもそういう風にブログみたいな書いてるけど私もやってたのよみたいな。でその人の Facebook の友達が見れなくて、でなんかその何年毎年誕生日のメッセージとかあるじゃないですか。でそれも5件ぐらいしかも男だけとかで返事もしてない、まあちょっと怪しいなと思ってたんですけど、まあそれでまあその写真とかも見れない、写真は見れたんです、その人のアップロード、自身の写真じゃなくてアップロードの方の写真で見れて、でその人の見る限り全部そのプロ、何でしょう、なんだっけ、個人的な写真っていうのはないんですよ。全部一眼で撮ったような照明さんもいて、全部整って髪とかもヘアとかもそのメイクとかもしっかりしてて、こんな一般人いないだろうと、ましてや俺みたいなアジアのね人になんでこんな人が来んのって。でもう散々それも聞いたんですよ。いや信じてないから、最初から信じてないけどっていう話から始めて、いや信じてもらえないのはしょうがないわね、別にいいのよみたいな感じで言ってて、逆になんかそれが、うん、ちょっともうちょっと遊んでみようかなみたいな感じでやってたら、でどこどこって言って、まあ、シドニー、まあシドニーじゃないな、あれはニューサウスウェールズ州のなんかちょっと外れみたいなとこに住んでて、でデータをその 僕が聞いたデータで言うと、1988年生まれ29歳で A 型でとか、まあ、全部教えてって言ったんですよ。名前も読めないし、こんな名前なんですけど読めないでしょ。で 私は K って呼ばれてるわみたいな、まあそうなんだみたいな、なんかそんな名前の人 K から始まる女の人がいるのかなみたいなね、その元々オーストラリアの人でおかしいななんて思いながら、まあ連絡取ってたら、で家族はとりあえずカナダに住んでる、私は一人です、ね、であなたはなんかすごい魅力的だけど彼女いないなみたいな、はい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 と思いながらやってたんですけど、まあちょっとずつなんかこいつどっちなのかなみたいなのがちょっとだけあったんですよ。まあでも人にいないし、まあいいか、ちょっとなんか遊び半分でやってたら、私この休みが1月にあるからその時に東京に行きたいのって言ってきたんですね。で東京に、東京で日本に行きたいのって言ってて、あなたどこに住んでんのみたいな、で名前は何て言うのとか全部書いたんですよ、プロフィール。何言ってんのこいつみたいな。で名前が何とかでとかつって話してって、でねやっぱ怪しい点がいっぱいあったんですよ。その僕がシドニーのどこどこ住んでてとか言っても、なんか要するにシティの方ねみたいな、普通あるじゃないですか、私あそこのどこどこの店が好きとか、あそこのデパートよく行くのよとか、アップルストアがあるわよねとかさ、そんなのもなくて、でなんかこいつ怪しいなって思いながら、まあ、普通に話をしてたんですよ。であなたに会いたいわっつって、で今で最初1月って言ってたのがクリスマスの後空いてるみたいな、
クリスマスの後ならまあなんとかちょっと時間あるかなみたいなこと言ったら、突然それがなんか26日から仕事になったからって、いや仕事何してんの、薬局で働いてる、いやこんな人薬局にいねえよと思いながら、しかもその英語も、僕ネイティブの友達もいるから分かるんですけど、なんかね簡単な、だから僕みたいな感じのアジアンとかがお互い探り探り出す単語みたいな感じのふうに見受けられたんですよ。スラングも一個もないし、まあ生粋の人じゃないんだろうなとかいろいろ思ったけど、畳みかけてくるんですよあっちから。で最終的に今日いついつの何便で行くからみたいなとこまで言われてたんですよ。だけどその便がなんかねおかしかったです。シドニーっていうか、まあ、そっちの人なのにわざわざメルボルンから来るみたいな。で到着が15時45分みたいな、東京でいう日本時間のね。いやそんなことはないと、そんなわけはないだろうなとか、で写真送ってても携帯壊れてるから無理で、今日行くから、今日ね昨日行って今日行ってアップルストアに行ってきて、じゃあそのカメラの写真撮って送ってよ、送ってきたのがまたモデルみたいな写真なんですよ。この辺にこんな写真とか送ってきて、いやいやいやって、いや友達が撮ったとかもそうだけど、いやなんでこんなキメキメでもうバリバリのなんとなく撮った写真じゃないし、友達が撮ったって言ってるけど絶対ありえない、いやあのこれプロフェッショナルじゃないんだからさって言ったら、いや私言ってたけど私はブログでファッション載せてるからみたいな、いやいや俺が言ってるのはそのカメラマンのことだからって、これ最後のメッセージね。写真もおかしいし、ちょっと何個か聞きたいことあるんだけどいいっつって、なんでそこに住んでてわざわざメルボルンから来るのとか、なんで今じゃあモデルやんないのとかなんか言っても、いやもうすごい今忙しい、仕事が忙しい、いや忙しかったらこんなにずっと俺とやり取りしてないじゃん、秒殺で帰ってくるし、なんか話がねちょこ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 違うんですよ。1月の後でとか言ってたのが26日までってなったりで、今度最終的に明日来るって言い出したんですよ。いやそんな早くチケット取ってて、ちょっと高いじゃんチケットとか年末だし、いや大丈夫関係ないわ、いや言っとくけど俺はリッチでもないし背も高くないしって言ったら、いや仕事は自分のためにしてることだから別にあなたがリッチかどうか関係ないわみたいな、であなたはもし信じられないんだったら空港まで来ればいいじゃん、来て私が嘘ついてるかどうか分かるでしょうみたいな、写真送っても送らない、で SNS もない、これですね、 SNS が一個もない、 Facebook にメッセンジャーしかない、そんなやついないから今時、しかもそんなねモデルとかやってたらさ絶対さインスタとか上げたいじゃないですか自分の写真とか、そんないありえない、で携帯壊れてる、もうこれもう完全に大手ですわな、で最終的に来るって言ってて、で明日とか言ってて、いやあの別にいいけどあの仕事もあったりするしって話をして、いや私は大丈夫だから、でなんでかっていうと東京に来れるのはもうしばらくバケーションないからみたいな、でその東京に来たいと、あの日本が好きみたいなこと言ってたんで、そこがちょっと僕もなんか、あ本当なのかなって一瞬思ったんですけど、バカにすんなって言ったんです。もう何がしてほしいの俺に、正直言ってみ、あのもう To be honest ですよね、 What do you want me to do ってもう LOL ですよ、 LOL 最後つけて、そしたらちゃんと見てないんですよ、ちゃんと見てないんだけど全部その何大文字っていうんですか、あの太文字っていうの大文字かで、 I am なんとか、そのさっき言った名前のなんとか the husbandWhat I doing? みたいなのが全部お文字でバーってきて、最後になんたらかんたらチャッティングって来てたの見て出たと思って、この手口かと。だから多分分かんない、その後続けてないから分かんないけど、なんかを請求する、だから絶対金なんですよ、何かしらにつけて金なんですよ、引っ掛けて金を巻き上げる。ずっと疑ってた自分が最後の最後明日来んのかってね、その美人の人がもし本当にいたらもう、でなんか自分のことついてくれてるし、でなんかそのビザ、オーストラリアのビザも欲しかったら私のパートナービザでいいわよみたいなことを言ってきてたから、なんかそのシドニーに戻れるの方が嬉しかったんです正直。だけどまあそのじゃあ一瞬そこがいいなと思っちゃった、一瞬想像しちゃった自分がちょっとバカだったんですけど、あとはこの Facebook もそうなんですけど、もうここで暴露しちゃうとスカイプの詐欺もあって、海外版のやつがあって、それをやってた時に、まあ、正直言ってタイプじゃないんだけどすごい積極的な女性がいたんですよ。でその人 Facebook も持ってるし、で僕 Facebook 交換して、だけどなんかあまりにも友達少ないし怪しいなって思ってたんですよ。でスカイプ教えて電話し合おうみたいな、裸で待っててちょうだいみたいな、そのパソコンの前でね裸で待ってんの何すんだろうと、なんか
その何ですよ、ビデオセックスみたいなしたいしたいってずっと言ってて、まあそういうね、なんか興味もあるじゃないですか。どんなことするんだろうと思って、で一応シャワー浴びて髪も濡れたまんまでその画面の前に立ったら電話来て、始まったんですよ。始まったって会話はね、でその人かどうか分かんない、なんか似てるような似てないような人がなんかね踊ってるんですけど、会話はできないんですよ。なんかカンバセーションが全くできない状況でしばらく続いてて、でなんか聞こえるみたいな、聞こえない、でまだそこにいるみたいな、いるよみたいな、だけど聞こえないしみたいな。でその時まだね寒くなかったからね、上半身裸だったんかな。でなんかこう見てたんですよ、何か踊ってるところをね。で別に脱がないし、ただ踊ってるだけで、なんか脱ぎ始めたかなんか、でも脱いでたかな分かんない、ちょっと覚えてないんですけど、なんかね、あなたのディック見せて見せてって言ってくるんですよ。それで、いや見せてって言ったってね、別に大きくなってるわけでもないし、いやーと思ってどうしようかなと思ったんですけど、ちょっとなんか見せようか見せないかぐらいこう立ち上がったんですよね。このカメラが上にあるから、で行った瞬間にカメラのここになんかすごい人のない男性器っていうんですか、アップでダーンってこう出てきたんですよ、その画面全体に。で何これって、ちょっとびっくりして、その瞬間にバーンってまた画面が変わって、なんかね東南アジア系のなんかガリガリの坊主頭みたいなやつがへへへってやってるんですよ、マウスみたいな。こうやってお前のフェイスブック知ってる、お前のポストにお前のチンゴの写真載っけてやるからなって言うんですよ。それでいやで本当にこう、しかも結構暗闇っていうかちょっと暗がりところでこうやってったところだったんで、正直最初映ってないんですよね、ただ僕裸ですけど。それでいやそんなわけないじゃんって思ってるから、俺は子供じゃないし。でいやいやいやってやってみろって、いいよいいよやってって、別にスカイプでやってて映像だろうが画像だろうが、だって別に誰に見られたって俺恥ずかしくないから、そのフェイスブックで僕がそういうこれこれこうでああでって載せられても恥ずかしくないから、載せてみろ、いやお前嫌だろ、だからウエスタンユニオンに送金しろって言うんですよ。いやウエスタンユニオンはマジで気をつけてください、めっちゃ多いですウエスタンユニオン詐欺は。外貨送金をする会社で、まあいろいろ本当に全世界にあるんですよ。シドニーにもあるし、アラキャーバラ、千代田区にもあるし、いろんなところにあるんですけど、それに送れって言われて、いやだから送んないし、別にやってみろ、ポストしてみろって、俺のなんか知らないけど写真あるんだなって。で、まあポストしたところで別に消せるけど、何をするんだろうなって、もうちょっとワクワクしてたんですよ。で正直別に親に知られたところで、これこれこうで同じ説明できるんで別にいいんですけど、で結局何もなかったんですよ。そう、で何もないんです結局ね。だから多分ちょっと気弱な人っていうか、ね、会社に知られたくないとかいろんな人いると思うんですけど、だからねお金払ってってあると思うんですけど、大丈夫ですから払わなくて。で今回本当にさっきですよ、本当に30分以内のお話です。さっきの Facebook のやつね、美女には注意、そしてなんだろう、なんで俺に来たか分かんないけど、まあそういう神聖だったりそういうなんか甘い言葉、やっぱね男ってね女に弱いし引っかかっちゃうとは思うんですけど、くれぐれも注意してくださいね。そんなことはありえないです、絶対に絶対にって言っていいぐらい 99.9% ありえないです。僕がこれがねブロンドの青い目の細いさファッションモデルがね好きって言うわけないんですよ。なんでそんな、いやまあでもこんだけ僕でもちょっとなんかねシドニーに帰れるかもって思っちゃった時点でまあ負けですからね、まあ帰れるわけないですから。いやという、一気にバーッと話したけど、あーやばい16分かやってもうた。まあしょうがないよね、こういうのは20分ぐらい話しても別に興味ある人は見るでしょ。ただねちょっともしかしたら YouTube さんにバンされちゃうかな。おそらく少なくとも収益化のやつにはならないですね。結構あるんですよ。うん。で最後にちょっとごめんなさい。今17分ぐらいなんですけど、ウエスタンユニオンのこれピント合ってる？さっきから。ウエスタンユニオンの詐欺でもう一個あったのが、シドニーにいた時なんですけど、まあどこで誰が見てるか分かんないんで一応、まあ、シドニーの人に一応、まあ、知ってるかな分かんないけど。あのね、
安く iPad とか iPhone が買えますよっていうサイトがあったんですよ。でそれの中には本当に格安だけど本物で綺麗、写真がもうめちゃくちゃ並べられてて、これこれがいくらからいくら、いくらからいくらでやり取りができる、その中でチャットみたいなのができるんですけど、どうしても iPad が欲しい時があって、 iPad 欲しいんだけどっていう話はすぐ返ってきて、いくらだけどってね、その当時、まあちょっと例を出すと、例えば500ドル、まあ5万円はするなっていうぐらいのものが、150か200とかぐらいで売られてて、で欲しいんだけどって言ったら、いやいいよいいよじゃあって言ったら、もうちょっと安くなるやつ、安くなったんですよ、本当にそれこそ150ぐらい、1万5000円で買えるわけないじゃないですか、分かってんだけど、まあなんかちょっとぬか喜びして、まあちょっとお願いしちゃったんですよ。そしたら、じゃあいくらいくらにするからっつって、ウエスタンユニオンの口座が来まして、で本当にじゃあいついつまで振り込むからって言ってたんですけど、なんかちょっと怖いっていうのはちょっとあったんですよ、当時25歳26歳とか、ちょっと怖いけど、まあでも本当にね、もらえるなら、でどこなのって言ったら、なんかねすっごいね、南アフリカの方の会社だったんですよ。どこだったかな、なんかマラソンを話すような速さ、ケニアの国かなんかで、いやーと思ったんだけど、まあそのままね、お願いしようと思って、じゃあ予約したんですよ。じゃあお前の金が振り込まれたら俺送るわみたいな、で何色でとか指定して、何ギガでとか、それこそ何ギガで指定して、で行きました、ウエスタンユニオンで、住所書いてここにいくら送りたいんだけどって言ったんです。そしたら、おそらくそのシドニーのウエスタンユニオンって結構インド人の人が多いんですよ。その人が、これ悪いけどこれ誰か知ってるの、会ったことあるのみたいな聞いてきて、ないないない、 iPad 買うのにさって言ったら、やめた方がいいと思うよって言われて、やめたんです。だからやめてよかったの、もう大規模な詐欺ですよね、それこそ。危ねえと思って、それは嬉しいわな、何もやってないのにさ、ね、1万5000円とか2万円が送り込まれてくんだから、いや危なかった、いやあの時のインド人には感謝してます本当にね。というわけで長くなっちゃってすみません、20分の約束ですからね、20分の約束してないけど、いや今日はこの辺で終わりたいと思います。なので皆さん、詐欺には注意してください、甘い言葉には要注意。というわけでまたお会いしましょう、バイバイ。